おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。いろいろの元反せないトレース職人、市場の活性化を目指す。これらの職人たちの器用さは、木製のボビンを操る手がハンセン病の傷跡を抱えているという事実は信じがたいほどです。フィリピンいろいろのサンタバーバラ町で有名なボビンレース職人たちが直面する困難な状況の予兆となる門に垂れ下がる電線には、その厳しい時代の印が刻まれています。いろいろ県観光局のガイドメラニー・オルテガさんは、降りて車両が通れるように絡まった電線を支えるための長い枝を拾い上げました。西リサヤ地区病院の裏手にある手作りレースと刺繍を通じて団結した女性たちの工房は、5月3日に私たちが通り過ぎた時、職人たちの芸術的なシックな姿はほとんど見られませんでした。古いパンフレットには WUPHLE インクという名前が書かれていますが、誰もがいろいろの工芸界で際立った地位にあるボビンレースという一般的な名前で呼んでいます。見かけによらずさりげない謙虚な構造の中で、女性たちがグループを作っておしゃべりしたり笑い声を上げたりしていました。彼女たちは微笑んだりうなずいたり、あるいは首を振ったりしながら、手は忙しく細い白い糸で巻かれたミニチュアのボウリングピンのような木製のペグを行ったり来たりしていました。女性たちの行動は線、点、曲線およびその間のスペースを完璧に張り詰めたまま、複雑なパターンに糸を刺し紡いでいくという課題を乗り越えてます。メイキトールさんはレース工房で20年以上働いています。そのような経験があるため、彼女はミスを見つけることが容易です。彼女は手が止まって欠陥のある部分を解く際にも会話についていきました。それはベテランたちによって簡単に見えるだけで、実際には困難で集中力を要する作業です。マリアーニ・デペレスさんは、柔らかいクリーム色の柱を刺しながら、わずか 2.5 平方インチのモチーフを完成させるのに1日かかることをラップルに語りました。小さなレースの十字架を作るのにも1日かかります。コラソン・アレラノさんは、小さな布地の一部に鳥を刺繍するのに4日間かかりました。白地に白い花が刺繍された手拭き700ペソは4日間かかり、白、淡い金、緑のドイリーは1週間かかりました。オルテガの事前説明があったにもかかわらず、木のボビンを操る手にはハンセン病の傷跡があることに信じがたいです。ジョセリンは、ワンツースリーフォー、ワンツー、ワンツースリーと言いながら笑顔でリズムを取る様子を見せた。しかしもともとは刺繍職人だった彼女は、針の刺さる痛みを感じなくなったため、ボビンへの転向を余儀なくされたと話す。皮膚の感覚が麻痺することは、旧約聖書時代から知られる病気であるハンセン病の一般的な症状である。ジョセリンは治療を受けて3年後に回復した。彼女と他のレースメーカーは陰性とみなされており、ハンセン病の原因菌が存在しないことが検査で示されている。サバイバルスキル。サンタバーバラのボビンレース職人たちは、1980年代から1990年代初頭にかけてハンセン病の患者としてその技術を学びました。彼らの指導者はキジリテレサ大学を運営する修道女であるイマキュレートハートの聖母修道会 ICM の宣教師でした。この宗教団体は1980年代にアシロデモロの孤児たちに同じ技術を教え、現在は家族のいない高齢者のための施設となっています。1991年、孤児院の2人の少女がベルギー人の ICM 修道女マドレーヌ・ディリック修道女に刺繍の手ぬぐいを送りました。当時ディリック修道女は、当時西リサやサニタリウムと呼ばれていたハンセン病患者たちの中で働いていました。彼女はこの技術が被害者の家族のために資金を集めることができると考えました。ハンセン病の治療薬はすでに見つかっており、1980年代には抗生物質のカクテルが使用され始めていました。しかしながら、残存する偏見のために治癒した患者たちは、手足や時には顔にも醜い後遺症を抱えているため、仕事を得ることが困難でした。私は子供の頃、シスターズから学びました、とスザンヌ・ヴィランはラップルに語った。1992年、彼女たちは私に女性の患者たちを訓練するよう頼みました。高級だが挫折。ボビンレースの女性たちは常に、
自分たちの市場が高級なものであることを知っていました。彼女たちはバチカンの高位聖職者のための装飾や特別な行事の際に神父たちが外すストールを作っていました。ガラスのディスプレイステーションの上には3ヶ月かかった特注のレースのウェディングドレスのボレロが載った雑誌記事が飾ってあります。最初の50人のレース職人のうち約20人しか残っていません。姉妹たちは患者たちがレースを作りながら治療を受けながら勉強をするように奨励し、彼らは今や教師やその他の専門家になっています。トビランは言います。これらのレース職人たちは30年以上にわたってその地域や他の地域、首都でも多数の貿易見本市のための製品をストックしてきました。しかし COVID-19 パンデミックが全てを停止させたため、確認された注文がある場合にしか働くことができなくなりました。トビランは語りました。配送や地元の移動の困難も海外市場に影響を与えました。資本が少ないため協会はストックを再構築することが困難だ、トビランは述べました。 COVID-19 はまた ICM 修道女たちの退去に続いて協会の法人格を取得する計画を中断させました。ディランは労働集約型の職人技による収入を改善するために仕事やマーケティングの基準をアップグレードする必要があると認めました。グループは州政府や新しい国家指導者に生産とトレーニングの助成金を提供し、適切な市場向けの放送やブランディングの作成に支援を求めました。オルテガ氏は先に産業貿易省の役人を連れてきたが、彼女は彼女らが生産とマーケティングのシステムを改善するために全パンデミック時に約束したことを果たすことを望んでいると述べた。いろいろの市民コミュニティは18世紀から20世紀初頭にかけて織物生産や美術で優れた中心地であった産業の一部を維持しようとしている。機械化と安価な輸入製品の登場により地元の産業はほとんど死滅し、わずかな職人しか残っていない。ボビンレースの職人たちは先住民族の織物を生み出しているわけではないが、思いやりと地域社会の関与の歴史に結びついた職人技が失われるのは残念だろう。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録といいねボタンのクリックよろしくお願いします。私のやる気のバイタミンになります。よろしくお願いします。またチャンネル登録いただいた方へ大変ありがとうございます。大変嬉しいです。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。バイバイ。